いい会社さんですねちなみに菊池さんは最終的には何になりたいんですか何にななりたいなんかこの神社,会神社の解説のパイオニアというかなんか,なんかすごい人っているんですか?」。「神社の解説といえばこの人を呼んでこよう」みたいな人とかなんかこう本出して有名になってこのポジションを取りたいとかこういう人になりたいみたいなのあるんですかそうですね 共有したいいいう思いが、自分の映画とかもそうなんですけどすごいいいものじゃあ多くの人にこの神社仏閣の素晴らしさを伝えたいっていう感じですか、ええ、あそうですねはいそれなら、ええ、やっぱユーチューバーじゃないですかユーチューバーですか <laughs> ユーチューバーあのー、本も出すのもいいと思うんですけど、ええええ、やっぱ150万あったらサンエットさんなら何本取れますええ五十本高いですからね <laughs> <laughs> 結構な誘致でこれ2万人以上の人に届く気がしますけどねああの一番先ほどちょっと申し上げて売れた本でこれ<え>この「すごい御信だけ集めました」っていう本なんですけどこれあの出版社さんが力を入れて頂い,いてこの発売した時にちょっと後にですね新聞広告を読売新聞の長官の一面にこう打っていただいたんですね。でここなんでですけどやっぱりあの紙媒体でも やっぱりすごい反響があったみたいで、で、これを見て、あの、テ,テレビの、あの、出演依頼だとか、ラジオの出演依頼だとかっていう風にあったんで、ウェブメディアっていうのは強いと思うんですけど、紙媒体も、紙媒体で、やっぱりかなりの力を持ってるのかなという風に思ってます。で私はちょっと動画っていうのが、あの、まあ、やってみればっていう、 とのあると思うんですけど、やるっていうのは選択肢ってあると思うんですけど、まず私のできることとして、まあ紙ベースであの書いて、でそれでと紙として残っていくと、そのずっとこう接点って持ち続けられると思うんですよね、本屋さんとか図書館とかっていうのが、ブログに書き続けたって残るじゃないですか。ただあの <laughs> いやちょっと今回は僕林さんに反対だな。そうですか。うん。あのやっぱりこういう人たちって自分の手に もっと来たいんだと思うんですよ。それは画像とか動画じゃなくて、自分のコレクションとしてこの本を持ちたい。まあ確かにそれもあると思うんですけど、多くの人に届くっていう意味では、もう本もなかなかなかなと思うという意見でした。<laughs> 僕は、あの、興味あるんですけど、の出さないです。 はい。何か理由があれば言ってください。はいはい、理由はですね。はい、あの、ちょっとどうしてもやっぱニッチなとこを狙ってるっていうところで、まあ今回有志なんで正直お金を貸すだけじゃないですか。はい。そうするとなんか長い目で見たときに、子供さん3人いるんですよね。はい。なんか借金で首が回らなくならないかが心配なんですよ。いやそ,れそれはないです。<laughs> うん、それはないです。はい。やっぱりそのお貸ししたことによって、思うような結果が出なかったときに、あの、ちょっと嫌な、ネガティブなことにならないか心配だったので、ちょっとごめんなさい。今回ナッシングです。 はいはい、さんいかがでしょうかいやあのすごいいい方だと思いますしあの話が長くてもそんな気にならないというかやっぱすごい良かったんですけど僕は菊池さんの良さをもっと広めるためにウェブの力も使っていった方がいいんじゃないかなと思うんで僕は今回は出番じゃないかなと思ってウェブとか SNS とかをやるときにまた呼んでください,い応援してます